はい、どうもゆたです。本日は、富士ショートコースです。気温はかなり低くて条件は良さそうです。で、一応結構変更してきました。まだまだやりたい変更点ってあるんですけど、一気にやってしまうとちょっと分かんなくなっちゃうんで、とりあえずリアの補強系は全部取って、で、リアスタビをちょっと純正に戻しました。で、今回ちょっとパワーも上がってるのと、あと何やったっけ、まあ、ディアデフオイルもちょっと変え、いつものと違うやつに変えてっていう感じです。で、これでちょっとロールを作るような方向で今ちょっと考えてるんで、で、フロントもちょっと、やる予定なんですけど、ちょっととりあえずは今リアの方をちょっと攻めてる感じです。で、まあ、富士ショートの最終コーナーがものすごくアンダーで、そこさえクリアできれば31秒台は入る予定なんですけど、まあ、まだシェイクダウンっていうので、特に富士ショートで今タイム狙いに来てるわけじゃなくて、まあ、もう全ては TC2000 のためにちょっと今セッティング合わせてるところなんで、とりあえずまあできる限り、まあ、タイム狙っていけば自然と車の感覚は分かるはずなんで、ちょっとはい、どんな感じか走っていきたいかなと思います。はい、走り終わって、実はね、1枠目はちょっと
オイル前の車出ちゃったみたいで、なんか白煙すごくて、1コーナーからドリフトして入ってって、で、2コーナーも振り返しで、なんか走ってるから白煙もくもくで、これドリフト枠じゃないんだけどなと思いながら、ちょっとあの、路面見てたらなんか、テカテカピカピカしてて、あ、オイルだと。これはオイルだと。俺はもうアウトラップ1周、2周目ぐらいしか全くしてない。タイヤも全く温まってない状態で、そんな感じだったので。まあ、返金対応してくれたんだね、富士でね。まあ、はい。で、あの、オイル漏れね、まあ、誰もが、なり得る可能性があります、もちろん。なんで、まあ、しっかりね、あの、予防対策チェックっていうのは、まあ、大事なんですけど、まあ僕もね、うわマジか最悪って思ったんですけど、まあそこでとどめておいて、うん、こうオイル漏れちゃったからどうしてくれんだとかっていうあれはないんで、もうほんと自分でもやっぱりそういう、やっぱりね、さっきと走って車乗ってる以上は可能性あるんで、もうそれ以上ね、あの攻めるっていうこととかは別にしないんですけど、まあ悲しい気持ちにもね、まあ周りの人なったりもするし、まあ皆さんお互いね、僕もちょっとこういうことあるとね、やっぱ気をつけないといけないなって改めて思いました。はい。で、で2ヒート目走りました。一応で、オイル漏れてて石灰引いてあるんで、一応まあそんなに突っ込んだ運転はしてないはしてないんですけど、で、まあ、他は割と攻め込んでみたんですけど、まあ、感触としては、前の、前回の走行に比べたら、マジで良くなってる。すごい良くない。タイムの方も、32秒3かな？で、ベストのコンマ2落ちぐらいかな？なんで、まあ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 、ぼっちぼっちという感じではあるんですが、まあとにかくロール感が増えました。リアがとにかく、まあ伸び縮み、ロール、ピッチ、すごい、出やすくなったので、で、結構滑らか、マイルドに動いてくれるんで、すごい、まあ、コントロールしやすい。何コーナーっていうのかな？富士ショートのコーナーの名前が全然わかんないんだけど、3コーナーとかの左上りは、いつもまあ、リアはパワースライドというか、まあ、しちゃうんで、しょうがないんで、そこはね。まあ、ちょっとアクセルの早開けだとは思うんですけどね、原因が。はい。で、その後の高速右とかも、結構リアがなんだろうな、こう、結構沈み込んでロール感というか、粘り感が出てて、で、ピッチの動きでも、こう、ピッチの動きで、車がこう、動くきっかけを作りやすくなった。ブレーキしても、アンダーでそのまま突っ跳ねちゃう、アンダー出る感じだったんですけど、それがフロントがこう、ちょっと粘って、リアもこう、触れて、旋回を作ろうという感じの動きにもなってきてるんで、で、それはすごくいいんですけど、ただ、いつもこの富士ショートで感じるのは、最終コーナーブレーキ踏んでからのこう、ターンインのアンダー、がものすごい、すごくあって、で、それはやっぱり、アンダーでした。で、ただ、この前、いつだか、シェイクダウンで富士ショート走ったんですけど、その時に比べたら、マジで全然もう、だいぶ改善してて、まあ、タイムが物語ってるとは思うんですけど、で、アクセルも多少やっぱ早く開けられるようになったのもあります。でも、まだ、やっぱりちょっと、突っ跳ねてる感じの、アンダーっぽい感じあるんで、
やっぱり、まあ、今後、この後やる予定としては、フロントのバネレートダウンと、あと、ヘルパーが今2キロ入ってるんですけど、とりあえず 0.8 に戻そうかなっていうふうに思ってます。で、一応来週、富士のレーシングコースの方走る予定なんで、今22キロ、2キロっていう感じで、メインとアシストで入ってるんですけど、一回ね、レーシングをハイレートで走ってみたいなっていう気持ちもあるんで、22キロの 0.8 に交換して、一旦それでちょっと走りたいなっていう。で、そのレーシングの走行が終わったら、年明けに TC 戦 TC2000 とあるんで、まあ、富士ほどハイレートじゃないので、去年と同じ18キロに戻します。で、TC 戦でそこで感触確かめて、で、多分、バネ系はもうそこで完成形だと思うんですよね。はい。で、あと、そこで、まあ、TC 戦で感触良ければ、TC2000 で0秒台は多分出ると思うし、あと、そこからもう調整していくってなると、もうあとデフやりたいんですけど、デフはもう現実的にちょっとすぐは無理なんで、減衰と、あと、アライメントですね。で、バネ変わると、で、あと、バンプラバーも入ってるんで、ちょっとあと、そのバンプラバーの、バンプタッチの見極め、調整、長さ、どのくらいで当てるか。で、そこの調整もあるので、まあ、今後フロントのバネ落として、ヘルパー変えて、で、あと、先にラバーか。ラバーの調整と、で、その後あとアライメントが結構トーアウトにはなってるので、街乗り乗るとね、もうフラフラなんですけど、コース入ると全くそんなことはなくて、ただ、ちょっと、そうだね。まあ、そんなに今不満はないんですけど、アライメントに。等にね。もしかしたらちょっとキャンバーをもうちょっとフロント、もう控えめにするかと、あともうちょっとインに、どうしていくかっていう、その辺ですね。はい。で、あとパワー感はすごいある、伸びるんですけど、ロガー上だと多分3キロぐらい伸びてるんですけど、ただそれって、レコードライン過ぎてからも僕踏んでるんで、ただそれだけで伸びてる可能性もあるんで、家帰ってレコードラインに入った瞬間の速度で見比べたいと思います。まあ、あとは、正直立ち上がりで、早く踏めてる分伸びてるっていうところもあるので、ちょっとまだ何とも言えないんですけど、でも、もう乗ってて、マフラーの抜けの音が良すぎて、もう高揚感、それだけでも運転楽しい。でね、本当にロール感がすごい、安心感というか、すごい粘り感で、結構いい感触だったんで、もう一回次ちょっと減衰いじって、もう一回だけ走り、せっかく来たんで、もう一枠だけ走ってみようかなって思ってます。
はい、2本目ですね。ちょっと走ってきて、減衰いじったんですけど、まあ、あんまり変わんないね。やっぱりちょっとバネ、減衰の範疇を多分超えちゃってるのかもしれないね。バネをちょっと変えてからかなっていうのはあります。一応ね、ちょっと今石崎さんも富士スピードウェイにいて、ちょっと見てもらって、で、いろいろセッティング相談してるって、ちょっと前から言ってる人は、石崎さんなんですけど、ちょうど今日いたんで、直接見てもらって、ちょっとね、リアデフ弱めたじゃないですか、前。それでもやっぱリアデフちょっと きついっぽいんで、まあ、それはすぐできないんですけど、ちょっと、とりあえずでも、フィーリングはかなり、前に比べて良くなったので、フロントこれで一回18に戻してみて、うん。で、そっからだな。そっからまたどうしていくかですね。なんで、とりあえずちょっと18キロに戻します。次。で、話はそっからだ。はい。という感じで、まあ、すごいいい収穫でした。車はいい方向に、戻りつつ、進化しつつ、戻ってんのか進んでんのかわかんないんですけど、はい。とりあえず良かったなという感じです。いやー、つくば2000までに、ちょっともうちょっと車を、近づけて完成させていきたいなと思います。はい。